吉良上野介は浅野匠守をこの田舎侍、船侍とバカにしていました。それが悔しくてたまらなかった浅野匠守は、元禄14年江戸城内松五廊下で吉良氏に、この間の遺恨覚えてあるかと叫んで切りかかりました。しかしそばにいた旗本に取り押さえられてしまいます。殿中で刀を抜いた浅野氏に将軍綱吉は切腹を命じました。藩士の切腹の知らせが赤穂藩に届きました。それを聞いた家臣大石蔵之助たちは大いにがっかりしました。城を出て浪人になった大石たちは吉良邸への討ち入りの準備を進めました。屋敷の図面も入手しました。そして元禄15年12月、大石ら47人は吉良邸への討ち入りを実行します。屋敷の中で吉良上野介を見つけ出し、無事仇を討つことができました。吉良の首を取った47人は泉岳寺に向かい、浅野の墓前に備えます。四十七士は全員切腹になりました。